ヒューマンネットワーク構成のテーマだったんですが、改めてね、皆さんに自己紹介を兼ねてご挨拶させていただきます。私、松原光明は、昭和31年、長野県上田市生まれです。ご存知の方はご存知で、知らない人は知らない。長野県ではね、長野、松本に次いで、3番目の市ではあります。何が有名かってね、そんなに目立ったところはないんですけど、真田幸村の出身地ですね。3年ほど経ちますが、NHK の大河ドラマ、真田丸がですね、放映されたと思うんですけれども、一応主人公の立場として、真田信繁と言いますけどね、幸村公と、称してね、地元では崇めております。そんなところの、生まれで、途中東京出てって U ターンしてきましたけれども、今もそこに住んでおります。で、高専との関わりは昭和51年、長野高専の、電気工学科を卒業いたしました。途中寮へ入っててね、いろいろ遊び仲間と知り合って、かなり、時間ロスした時期もあるんですけれども、なんとか5年で卒業してまい りました。ちょっとね、お盆明けで喉の調子が悪くてね、お聞き苦しいかと思いますけども、ご勘弁ください。で、最初の、勤め先は、日本電機フィールドサービスという NEC のグループ会社ですね。現在の社名は NEC フィールディングということになっております。メーカーとして NEC がですね、発売したコンピュータシステムの保守を専門にやる会社であります。で、コンピューターの生産拠点になっていました、府中事業所に、配属で、特に、全国、かなり補修サービスの拠点あるんですけれども、私はそこの表には出ないでですね、教育訓練部というところに配属されました。で、ここではですね、社内外のコンピューター保守に対し修理保守の教育をする場所であります。いきなりそんなこと言われても全然何も知らんよっつって 自分もね、勉強中でありましたけれども、1年目からちょっとずつですね、コンピューターってまだまだ大型機があった時代でね、オフィスコンピューターというのもねありまして、今あんまりもう使われないですけれどもね、あとオンライン端末とか、結構ね、ミニコンもありましたよね。幅広い種類の商品がございまして、それぞれ商品別に50名くらいのインストラクター、教育要員がですね、それぞれの担当を持って、もう毎年何かしらのですね、コースを開いておりまして、社員が順繰りに、教育を受けて、また、お客様のところへですね、出ると、そういったことを繰り返してました。ですから私は、直接お客様のところのね、コンピューターを保守に出向いた経験はないんですけれども、そういうところに所属しておりました。で、国内はもちろんですけれども、海外にですね、輸出した、コンピューターをね、現地で保守していただくので、海外研修生を受け入れてましてね、東南アジアで言いますと、タイ、インドネシア、中国、台湾、なぜかイラクなんてところにもね 輸出されてましてね、これ一つ、イラン、イラク戦争の直前ですよね。イラクから研修生がね、来ていたんですけれどもね、バグダッドとかバスラーとか、そして半年、もう1年近くでしたかね、毎日訓練、持ち帰ってですね、
コンピューターを保守するための訓練を行って帰ったんですけどね、その後イラン・イラク戦争が起こりましてね、そのうちの一人からね、ちょっと、音信不通だなんてね、噂が来て、なかなか身近なところにね、そういう戦争というのもあるんだなということを感じました。で、この中で中国ですね、10人、20人近くのね、もう研修団といいますかね、施設団みたいな形でね、通訳含めて団体で来ておりましてね、府中にあります会社の寮へ泊まり込みでね、熱心に勉強されておりましたね。で、なかなかちょっとスケジュールに対して遅れ気味のね、休日、土日、私も先生としてね、寮へ出向いてね、教育、補習をしたことがありますね。そしたら、皆さん、休暇、休日なのにどっか遊び行かないのかって聞いたんですね。そしたら、いや、我々は勉強しに来ているので、もうそれに専念すると 言い放ちましてね、これはなかなかね、そういう精神で来てるんだなと。ですが、今の情勢ね、先ほどの学術さんの世界情勢から見て、中国だいぶ力つけておりますけれども、まあこの当時は本当に熱心に外国の技術というのをね、吸収していた時期だと今考えればね、思いますね。それで、あと、当然、欧州にもね、販売しておりましたので、NEC ヨーロッパという現地法人、ここへ出張させてもらってですね、ドイツ、イギリス、ノルウェーとからもですね、販売代理店の人が研修に来ておりまして、そこでちょっと講義をさせてもらったこともあります。海外研修生とこの出張は、拙い英語でしたね。なんとか社内で英語の先生もね、呼んで研修できたものですから、そういう時期もありました。もう何十年もね、田舎へ帰って英語にも接してないとね、だいぶ忘れてしまいましたけれども、とにかく現在に至るコンピューターに関わるですね、学習はここでさせていただいたということになります。で、その後 U ターンして、地元に帰ったわけですけども、これは信濃研紙という会社で、カタカナだと想像できないんですけどね、漢字で書くと信濃の研紙、研紡紙の紡績会社ですね。やっぱり養蚕が盛んだったものですから。で、なかなか養蚕だけではね、当然食べていけないということで、電子機器関係を開発して、今はモーター、特にサーボモーターとかね、結構商品で回っております。そこでマイコンの応用機器を開発させていただきました。マイコン全盛だったんですね、この頃ですね。だいぶその応用機器が、開発されてきて、で、あとやはりメーカーから U ターンしてきたですね、一人の、エンジニアが CD ロムを携わってたということで、CD ロムのドライブをですね、作ろうじゃないかということになりまして、この開発にも関わらせていただきました。で、その次にですね、通った会社、ミマキエンジニアリング。これも今ね、名前はご承知の方はいらっしゃると思いますけれども、長野高専の、OB たちがかなり、入っておりましてね、何を作ってたというかという XY プロッターですね、昔の CAD の出始めの時の、プリンターに代わる出力装置ですね、ペンを持ってね、図面の上をですね、作図するんですけれども、私はこの内蔵ソフトのね、開発をお手伝いしておりました。で、それだけではなく、当然、このミマキエンジニアリングをですね、創業した方も、長野高専の、1期生の先輩でありました。そういうつてでですね、
お手伝いすることになったんですけども、ハードディスクテスターというものをですね、シリコンバレーのベンチャー企業が開発して、これは日本国内でもって、代理店としてね、販売しようと。で、サポートをやってくれということでですね、いきなりこれもまたシリコンバレー飛ばされましてですね、1週間ほど、勉強してまいりました。で、その頃はですね、今コンシューマーエレクトロニクスショーとかに変わってますけど、昔はコンピューター関係の展示会はコムデックスというものがですね、行われておりまして、特に秋に行われるコムデックスフォールというのがラスベガスで行われてましてね、これが一番最大のイベントだったんですね。これでディスクテスターを販売している、会社の出店ブースにですね、お前ちょっと行って日本人の相手してこいって言われまして、これまた1週間ほど、泊まり込みで行ってきまして、まあ、当時日本もですね製造大国でありましたから、ソニーとか、富士通、日立、富士電機、アルプス電機とかですね、日本国産のメーカーですね、たくさんハードディスクほかコンピューター関係ですね、作っておりましたので、そこへ来た日本人のお客さんとですねコンタクトを取って、今度日本に帰ったら営業に行かせてくれと、まあそんなような時代がありました。まあ、そんな中2、3会社をですね、転々として、あと、まあ、私個人でですね、システムパルという会社を設立しまして、システム開発の請負い、あと PC9801 がですね全盛期の頃でしたので、売ってくれというお客さんも多かったんでね、パソコン機器の販売、そして導入教育などをですね、やっておりました。まあ、具体的な地元の企業としては長野日本無線とか上田日本無線電産とかありまして、日本無線はもともと三鷹のね工場があったんですけども、戦時中疎開してきましてね、長野県内には結構疎開企業が多くて、その後戦後もですね、そういった企業が、地元に、多く残っております。で、その他まあ、海外行った経験もありましたんでね、まあ、ちょっと海外エージェント、ちょっとかっこよすぎる書き方なんですけれども、あるお客さんにカスタム LSI の製造をですね、どこか頼んでくれないかということで、アメリカ、香港、韓国の企業とですね、交渉してきたりもしました。まあ、おかげさまでね、見聞を広めることができましたね。で、その次が、iPhone? 何でしょう。株式会社のフィックスという、北海道の札幌 のベンチャー企業がですね、都内に製品のサポートをする、子会社を作りましてね、そこに出向することになったんですけれども、親会社が DUG っていうんですね、それをフィックスする会社でバグフィックスと両方合わせるとね、語呂合わせになるんですけど、で、なんとここでですね、アルバイト学生当時のホリエモンとですね、同席だったんですよ。この私お手伝いしたフィックスという会社の東大の正門前にありましてですね、本郷の。そこへ通ったって、アルバイト学生をね、募集しに掲示板を張り出しに行ったんですって。そしたらですね、胃の一番に申し込んできたのが堀江君で、まあ私が出向したよりも最初にアルバイトでいたんですけどね。で、私お手伝い行った当時マッセリでですね、2、3ヶ月ね隣同士だったですね。
当時から頭もよく回りましてね、上司にズケズケ物を言う、そんな学生でしたよね。で、そのうちホームページを作るという仕事がですね、当時出てきまして、堀江君と、当時付き合ってた彼女と東大の、同僚ですね、3人でね、チームを作ってホームページを、作らせてたんですね。もう彼ら若くて元気ありますからね、もう昼夜問わず泊まり込みでね、熱心に仕事をやっていました。で、彼はこれはこれから仕事になると思ったんでしょうね。上司に掛け合って本格的にね、一つの部門として立ち上げてほしいって言ったけども、なかなかまだまだ時代はそうは進んでないで、上司がちょっと業務を理解できなかったんですね。それで、じゃあそんだったら自分たちでやろうやと言って3人で独立して、オンザエッジという会社を立ち上げたと。この資本金は彼女のね、父親から出してもらったというのも、彼のね、書いた本にはあることで、そういう事実なんですけども、その後ライブドアを買収してね、かなり世に名前を売って出るようになりましたけども、一番のね、私にとってもニアミスじゃないかなと思います。会社別れた後、2、3度ね、講演会などで会ったことありますけどね、記憶力がいいんでしょうね。私の顔は覚えててくれましてね、今もね、機会はないですけどね、会ったらね、いや松原さんと言ってくれることをね、期待してますけども、そんなことがありました。で、次にインターネットですね。これは私もなんかやろうと思いましてね、秋葉原 CEOJP っていうドメインを取ったんですね。これなんかね、お付き合いしてた会社の社長となんかやろうじゃないかって。で、ふと思い立って、これJPRS さん管理してたんですけども、調べてみたら先に、これどっかの会社が取ってたんですね、この名前を。でもね、使われてなかったんですよ。ノンコネクトっていう状態を半年、そういう状態だと取り消されてしまうんですね。これあと期限 2,3 ヶ月だから、このまま待ってようやっつったら、案の定使われない状態で私どものところへと転がり込んできたんですね。これドメインを先取ってね、じゃあ何しようかつことで、さしたる製品も持ってなかったので、仲間の計測器の販売してる会社のですね、通販サイトを作ってやったんですね。なかなかまだ楽天市場とかね、今はもう名の知れてる企業もやっぱこの頃ね、でき始めてたんですけども、なかなかそこまで専門的に手が回らなくて、ちょっとね、立ち切れとなってしまっておりますんで、これまたね、例えば吉池さんとかね、川谷さんとか、新しいこの秋葉原とかいうテーマでね、なんかね、サイトを作ってもらえたらね、ただまた面白いかなと思ってます。で、以後多数のそういうマイコン使った製品の開発にですね、関わったんですけども、記憶に残っているのはテプラですよね。キングジムのラベルワープロ、ファイルの背表紙に使ったりね、表紙に使ったり、ここのね、ファームウェアを実は作る機会がありましてね、長野県にセイコーエプソンっていう会社ね、こちら皆さんご存知だと思うんですけども、キングジムのジム屋さんなんでね、その製造技術はないわけなんで、そこのセイコーエプソンに頼んだんですね。で、その中の内蔵ソフトをまた地元の下請け会社に頼んで、そこからまた私にお呼びがかかったと。なんでお呼びにかかったかっていうと、ひょんなことですね、ソフト開発して納入直前まで行ったんですけどね、なんかメモリー容量が足りなくなって、これはダメだからちょっとそこの部分を作り直してくれっていう磯にの呼びかけがありましてね、ちょっと私が出向くことになりました。なんでオーバーしたかっていうと、昔の今は全部ワープロとかスケーラブルフォントでね、
アウトライン持って拡大縮小自由なんですけども、昔のは漢字ロームって言いましてね、ドット単位で、まあ、16ドットだの24ドットだの漢字のフォントをロームで持ってましてね、それはあの拡大縮小、あ、拡大するためにはあの横ばい縦ばいで縦横4倍角っていう方式があったんですけども、一度にそれ展開しちゃうとですね、あのそのドット数、あのデータを溜め込むね、あの容量がちょっとなくなってしまうんですよね。それはそうですよね、一度にそんな一文字全部ね展開したら、あの容量が足りなくなるのは当たり前で、でどういうふうにしたかっていうと、あのどうせ印字するときはあの印字ヘッドが縦に1列並んでましてね、それがじわじわじわっと、まあ、少しずつこう動いていくわけですね。で一度に印字するのは縦1ラインだから1ラインごとに展開すればいいんじゃねえのって言って、まあ、そこら辺の仕組みをですね、あの切り替えて作り直してなんとか納入させたとそんな思い出があります。でもう一つ、なんだろう、これ私の、まあ、一個ちょっとこれ退出しちゃおうか。なんか他の音聞こえてますかね。聞こえます。あと、もう少しで1時になってしまいましたので、じゃあ止められたりしますか。本当だ。もう一つはね、赤外線リモコンの解析で、これ JIM JP ってあの福井高専の福野さんがやってた会社なんですね。お、なんか高専生がやってるぞっていうのを私見ましてね、ちょっと仕事やらせてくんないかと掛け合ったら、ちょうど当時あの、まあ、ガラケーなんでね、赤外線みんな標準でついてましてね、これでなんかリモコン作ったら面白いんじゃないかっていうことでね、あのテレビリモコンとかね作るため の、 あのデータ解析ですね、こんなような仕事を、してあのしましたんでね、あの福野さん当時から、知っております。これはもうどんどん行かなきゃいけないね。でその後あの仕事を一旦中断しない自治会長とかね、いろんな町内役員を頼まれてですね、あの何年間か、そういう仕事を歴任してました。でだからちょっと本来の仕事離れてですね、こう信濃名門会とか名前だけかっこいいんですけど、地元のコミュニティサイトをね運営する組織を作ったりしました。その後アトムの会事務局長と、アトムって鉄のアトムなんですけどね、上田市に手塚地区という地名がありまして、そこを昔平安時代を治めていた領主が手塚太郎の三森ということでね、あの漫画の神様手塚治虫先生をなんと遠いご先祖にあたるということがあの研究の結果判明しましてですね、これを世に広めようじゃないかという会をやっております。あと上田共有会、これはまた山庭勝三郎博士という人工がんを世界で初めて、作ってですね、あの最初の日本のノーベル賞候補になりかけたんですけども、残念ながら、受賞できなかったと、そういう先生を発端に共同研究していこうという会の幹事をやっております。あと手塚太郎の会、これもさっきのアトムの会と同様ですね。であと地元の西部地域まちづくりの会という公民館レベルの組織で事務局長をですね拝命しまして、まあいろいろ関わって毎週会議があります。そうなんですよね、ヒューマンネットワーク構成の第3木曜日に毎月会議が勝ち合ってましてね、そこちょっと調整したいと思ってます。で今、まあ今頃出てきたんですけどね、ヒューマンネットワーク構成の事務局次長ということを拝命しております。あ、ちょっとプロフィール紹介だけでもうおっしゃいましたね。あと2、3分いいですか。あ、わかりました。じゃあ5分までお願いします。わかりました、失礼します。ここからが本題なのに、まあ何度もねヒューマンネットワーク構成というのがあの出てきてますんで、あのそのものの話はですね、割愛させていただきます。
まあ、全国規模の高専出身者の、集まりということですね。過去の講演振り返っても先週島田先生ね、それで栗原さんも、お話していただきましたけれども、高専というキーワードの中に非常な多様性に富んでいることを改めて認識しております。またその中でも新旧問わず高専生の本質が受け継がれていることに共感いたします。本会長野高専の宮下先輩の発案と現在の田玉会長のコンビでですね、生まれてもう20年近くなりますね。私の記憶にあるのは長野オリンピック開催直前のことでしたね。とある人材会社の、社長が後押ししてくれまして、東京の清井町ホテルニューオータニに隣接するフォーラムという建物の一室に20名ほど賛同者が、全国から集結して旗揚げがされました。ちょっと画面の資料はここまでしかちょっと作ってられませんでしたので一旦切って、お話とさせていただきます。そのフォーラムという建物の一室に20名ほど賛同者が全国から集結して旗揚げがされたわけですね。しばらくそのフォーラムの施設を HNK に貸し出していただき、私が毎週出向いて、事務作業に当たりました。初期のホームページもここで作成いたしました。しばらくの間と申しましたのは、社長が、この高専卒業生に対して非常に興味を示してくれたのは良かったのですがね、ヘッドハンティングを生業とするがゆえにですね、卒業生名簿を提供してほしいと、そういった話を持ち出したものですからね、これはちょっと趣旨に反するっていうことでね、丁重にお断りしまして、それでちょっと一旦、決別することに至りました。で、間もなくホスト役が勤務する都内近郊の会社を会場として持ち回りで集まりましてね、職場の紹介と意見交換、そしてその後懇親会という流れで月例会と称するものが定着して今日に至っております。インターネットやホームページもまだ普及途中で、今日のようにですね発信手段がなかった、時期ですが、赤とんぼと言われる、媒体もですね発刊するに至りました。でちょっと私事である時期から一時 NHK から、HNK ですね、よく NHK と間違えるんですよ遠ざかることになりましたが、昨年ひょんなことから都内に勤務したことでね顔を出すようになりまして、これまた島田先生とのご縁でね月例会に復帰した次第です。参加メンバーも当初は各同窓会を代表する先輩たちが主役でしたが、時を経て若い方々にバトンタッチされてきました。でこの流れをですね未来につなげていっていただきたいと願うところであります。そして、何度も申し上げましたが、高専生の多様性と適応力、これを結集して新しい形をね作り出し、今後の日本の、一助となればこの上ないことと思っております。最後言葉だけになりましたが、以上で今日のテーマヒューマンネットワーク高専 HNK についてのご紹介を終わりにさせていただきます。以上で持ち時間終了です。ご清聴ありがとうございました。